はい、じゃあシナモタスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー海です。火の玉カラーのレッツロングテール、そしてメッキフェンダーのですね、各種、カスタム済みの車両になります。では早速ですね、ご紹介させていただきます。まずフロント周りですね、ヘッドライト等の大きな点灯傷はありません。ウインカーはクリアウインカーにカスタム済みです。フロントフォークですね、大きなにじみ漏れなどもありません。フロントはメッキフェンダーにカスタム済みです。大きな腐食などもない状態です。ホイールなどのですね、大きな曲がり、などもない状態ですね。あとはですね、オイルクーラー、アルミの車外ですね、オイルクーラー入っております。エンジン周りです。ヘッドからの大きなオイル漏れ等もないですね。プラグコードは NGK のプラグコードです。ピートのポイントカバー、大きな点灯傷はなさそうですね。そしてアンダーカールですね、こちらも装備しております。マフラーですね、マフラーは集合管です。後ほどですね、音の方はご紹介させていただきます。リア周りもですね、大きな、錆腐食等はありません。そして、テール周りです。テールはですね、 Z2 ロングテールという形で付けありますね。あとはクリアウインカー、クリアテールとクリアウインカーです。シートです。シートはですね、ローダムシートですね。ちょっとあんこ抜いてありますね。足つきのいい1台です。大きな切れ、破れ等もない状態です。タンクですね、タンクに大きな傷、へこみなどはない、綺麗な状態に保たれております。はい、タンク内です。タンク内もですね、錆腐食等はございません。ではエンジンの方を始動していきます。ですね、とてもバランスの取れたカスタムになっております。ぜひおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。